フィードバック付きのメロディ楽器のためのソロは、ドイツの作曲家、カール・ハインズ・シュトックハウゼンが1965年から1966年にかけて作曲した、ライブ・エレクトロニクスとソリストのための作品である。演奏時間は10分半から19分。ソロは1964年に構想され、プラスマイナス、モメンテ、ミクルフォニーと密接な関係にある。 作品は1966年3月から4月にかけて日本放送協会の移植により作曲され1966年4月25日に東京の NHK で行われたパブリックコンサートでシュトックハウゼンのテレムジークが世界初演された際に2種類のバージョンで初演されたものである。ソリストはトロンボーンの平田大輔とフルートの野口隆アシスタントは 本間明、長野正道、佐藤茂、NHK スタジオディレクターの上波渡が務めた。楽譜は、ユニバーサルエディションのウィーン社長、アルフレッド・シュレイに捧げられている。東京初演の際には、テープ再生の遅延時間を変えられるように、ガイドローラーを調整できる特別なテーブルが作られた。その後の公演では、一本のテープを七台のテープレコーダーに通し、最終的には、 ユトレヒト大学のソノロジー研究所にソロ専用の装置が作られたのである。しかし、この装置は個人の所有物であり、貸与されることはなかった。1970年にはテープディレイに代わるものとして、コンピューターが検討されていたが、非常に高価なものとされていた。20年後の1992年には、アイルシメートルでネクストコンピュータのックス m s p を使って、 このようなバージョンが作られ、1993年2月と3月に公開演奏が成功した。1998年3月には、このプログラムが市販のコンピュータで動作するようになりました。本来ならば、アシスタントが担当していた機能をコンピュータ上であらかじめプログラミングすることで、アシスタント一人で音響をコントロールすることが可能になった。シュトックハウゼンは、 2002年に行われた同じくコンピュータシステムを使った演奏会のメモでアイルシメートル版を認めライブで行われたことを強調しながらも若い音楽家が適切なモバイル機器を使ってソロの解釈を学べるようになるまでにはまだ長い時間がかかるだろうと結論付けているバスクラリネット奏者のジェイソン・アルダーは2010年6月にアムステルダムでソロを演奏し その後のコンサートでもこの方法でソロを演奏した。自分のラップトップで動作する MAXMSP パッチを開発することでオリジナルの機材の制約を受けずにどこでも演奏できるようになった。この場合のフィードバックとはテープディレイのことでソリストが演奏した音楽が6種類の形式プランで指定された時間後に戻ってくるようになっている。演奏者は作品の コンテンツとなる6ページの楽譜を渡され、一定の基準で素材を選び、テープループシステムに入力されたステレオペアのマイクに向かって演奏する。3人のアシスタントが片方、または両方の録音チャンネル、ハウリングの程度を、スピーカーからの音の大きさを選択する。その結果、最初の素材が変形しながらも規則的に繰り返され、その上に、 ソリストが新たな素材を加えることになる。したがって、フィードバックプランのシステムは作品であり、楽譜に存在する音楽的な関係は、このシステムが作り出す原始化と再編成によって破壊されるのである。シュトックハウゼンは、当初想定していた、ソロの自発的な演奏が予想以上に困難である、ことを早くから知っていた。そのため、シュトックハウゼンの提案に従って、 あらかじめ用意されたバージョンが最初から使用された。トロンボーンにビンコグロボカールを迎えた最初の商業録音では、シュトックハウゼンがすでにミクロホニー2で用いた手法である自作のテープ録音を挿入した電子音楽作品、ヒュムネンからの抜粋でライブ演奏を補っている。ソロのトロンボーン録音では、ヒュムネンの第2部からその前段である。 ブリッジを含む長い部分が使われている。トロンボーンのフレーズは最初、ドイツ国家の電気音響的に歪んだ軍楽体の音で答えられている。これはミクロフォニー2の混声合唱団の技術的に阻害された生の声にテープで再生された少年の歌、彼、モメンテの音が答えているのと同じである。1969年になると、シュトックハウゼンは ソロと他の作品を組み合わせて一つの複合的な演奏を行うようになった。ありがとうございます。